それは大学3年の春。宇崎、お前、宇崎か。宇崎花、今日からまた後輩っす。ついに私たちのアニメが始まるっすよ。おお、なんか緊張するな。ぼっちの先輩でも緊張するんすか。先輩そうやってすぐぼっちになろうとするんだから。この野郎、照れてんすか。照れてね。目つきはちょっと怖いけど、真面目な性格と勤務態度で常連客からの評判もなかなか。おお、マスターとアミさんも。当然出るよな。じゃあ、あの人も出るんすかね。いや、それよりあのネタをやるかだろう。なんすか、あのネタって。あのネタってのはな、宇崎さんを遊びたい7月放送開始っす。聞けよ、人の話を。一人映画ぼっちの理論っすね。寂しくても先輩は一人で強く生きてるんすね。あ、もうこいつうぜー。